おはようございます。2011年10月27日木曜日6時5分になりました。ということで、本当昨日からね、今日も今朝も結構寒いですけども、また、ね、週末にかけては暖かくなってくるようなことを言ってますけども、どうなってるのか。なんか11月とかは比較的なんか暖かい冬になりそうなということなんですけども、まあね、こんだけあの気温の変化というか気候の変化が激しすぎると、ちょっともう体がついていかないとか、まあ桜とかもね、あちこちで狂い咲きしてるような状況みたいですけども、さて、今日はシネットジャパンから見ていきたいと思います。今日はこれ、電通と日本 MS マイクロソフト、ソーシャルメディアマーケティングで業務提携、第1弾は Facebook ということで、電通はそもそもあの Facebook の広告っていうのは提携をしている、業務提携かな、しているんですけども、さらにですね、日本マイクロソフトとですね、手を組んで、いろいろやっていこうということみたいです。でこれはですね、何をしようとしているかというと、電通レイザーフィッシュという DRF と通称言ってるみたいで、それのそこからですね、が販売するそのコンテンツ管理、広告コンテンツの管理とかですね、ソーシャルネットワークのその管理をする、まあ Facebook ですね、Facebook のその投稿した記事とかそういうのものを管理するような仕組みを提供するということだそうです。この記事によるとですね、ソシオブリッジというですね、あのコンテンツ管理ツールがあって、でそれでですね、あの投稿、 Facebook へあの記事を投稿しますよね、それの管理とかで、またそれにあのいいねついたりコメントがついたりするという、そういうのの、あの監視をするという、まあ要はどれぐらいの反応があってどうなってるよっていうのが見えてきて、でそれに対してまたこうしよう、ああしようっていうのをこう考えながらいろいろ管理できますせーっていうようなツールのようです。でまあこれがですね、出てくることで、そのまあこれ使う使わないはどっちでもいいんですけども、それはまあお任せします。初期設定8万5000円のスタンダードが月額8万5000円ということなんで、まあそれが高いか安いかっていうのは、あのそれぞれの使い方とか、あの企業さんの考え方なんで、そこに関しては私は何とも思わないですけども、こういうものが出てくることによって、Facebook のまたビジネス利用がどうのこうのとかいうのがいろんなところで話題になってきてくれればなという、そっちの方ですね、それでこう広まってくるということを期待してます。でかつですね、あのこういうものってソーシャルメディアやってる方はわかると思うんですけども、そんなあの1ヶ月2ヶ月で結果が出るようなもんでもないですし、で本当にじわ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 としかですね、あのユーザーがついてこないですね。その大手企業 その成功事例とかそういうのって見てると、なんかすごいことがこう書いてあるんだよ、おおとか思うんですけども、圧倒的大多数 の中小企業の場合はですね、はっきり言って最初はもう誰も何も見向きもされませんので、そこをですねこう勘違いすると、2、3ヶ月でもう力尽きていくということなんで、あんまりそういうことをですね、こう勘違いしないようにしてほしいなと。ソーシャルメディアっていうのは本当に人間関係を作るツールなんで、そこのところはですね、しっかりこう分かった上で利用しないとということです。私もその辺はですね、いつもそのFacebook のセミナーでそういうことをずっとこう言ってるんですね。その数が問題じゃないですよと。やっぱり質が問題なので、そこに集まってくる人との関係性をこう築いていかないと、単にいいねの数が多いからいいっていうふうに考えてたら、違う方向に行っちゃうし、逆にそんなことやってるぐらいだったら、それこそ、Google の広告とかね、Yahoo の広告とかね、それやってる方が絶対いいっすよっていう話を
するんですよ。だからもうそのそれぞれの広告の広告というかですね、そういうメディアとかの使い分け方っていうのは論じられないで、ごっちゃに言って話が進んでるともう本当に何をしているのかわからなくなっちゃうので、ぜひですねその辺はよく分かっていただければ、まあそのあたりはセミナー来ていただくとよくわかりますんで、と言って、今月29日ですね、土曜日に大阪でやりますんで、まあ、ご興味のある方は来ていただければ。さてそんなところで、6時11分になりました。木曜日ですね、今日はなんか朝はすごく寒いんですけど、日中は結構ね暖かくなるみたいなんで、まあその辺は本当に昼夜の寒暖の差が激しいので、体調管理気をつけましょう。ということで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。